どうも笠原翔吉です、皆さんごきげんよう。今日はですねスタッフがですねいきなりですね笠原さん揚げまんの多い都道府県ランキングみたいなどこが揚げまん下げまんとか多かったですかっていう質問からですね動画を回そうっていうことになってるんですけれども試合前日にそういった行為をして試合の結果が良かったりとか悪かったりとか僕だけじゃなくいろんな選手もね試合で打てなかったら下げまんやとかね結構ベッチで言ってるんですよロッカーとかでも、はいはい、なんで、まあ、僕がその聞いた中でですよあくまで、はい、揚げまんが多い地方そして下げまんが多かった地方っていうのをちょっと言っていきたいと思います。12球団で行こうよ。いいですね、うん、福岡ソフトバンクホークス、はい、まあオープン戦だったり交流戦だったり行きますけれども福岡はね揚げです。博多美人揚げです。あれ顔でも揚げですもんね。いや顔も土地も揚げ出身揚げ確かに。いや福岡ねいいよ。俺がいた時ほぼほぼホークスに勝ってたのイメージ。へー飲み行った人も全員夜も買ってたと買って次の日もしっかり結果を出してたっていうイメージですかね。美味しいことしかないですね。美味しいことしかないですね福岡は。料理も美味しいし料理も美味しいし、はい、女も美味しいし女も美味しいあのね福岡揚げっすね。いいですね。はい、いろいろ込み込みでこれ見て、まあ、視聴者がねじゃあ福岡行ってみようかなみたいなったら最高っすよね。あ確かに確かに確かに、はい、俺ね思うんだけど本当にその東京出てきて、はい、いろんな地方の女性の性格とかね育ちとか平気で見てきたんですけど、はい、九州の女性ってめちゃめちゃいいっすよ。あいいっすね。特に熊本亭主関白と言われてきた九州男児、はい、でそれを見て育ってきた女の子子供、はいはい、男を立てるっていう意味で育ってきてるんですよ。港区系女子みたいに私が一番とか、はい、プライドの高い女っていうのは九州にはいないっす。うわ最高じゃないですか。世の中の男性の皆さん九州の女の子はよかばい。よかばい本当に。だからホークスだんだんだん強くなってんじゃん。こういうことですか。 あるよある。おすすめはね熊本です。うわ熊本行きたいですね。熊本料理も美味しいし、あのね変にツンツンしてないしプライドもなくて都会ぶってないというか都会ぶってない最高です。馬刺しも、まあ福岡はねその地方から、はい、山口県とか広島県とかさ、はい、長崎とか色宮崎とかいろんな集まってきて博多美人っていうのはあるんですけど、はい、でも熊本の現地の野生のポケモンは最高。野生のポケモンええEV 何でももう男立ててこういう男性だったらサンダースになったりとかこういう男性にはシャワーズになったりとかそういう感じになっちゃうわけですよ。はい、話それましたけど福岡は揚げです。はい、揚げ。次西広島。広島揚げです。広島も揚げなんで僕は揚げです。プラマイゼロかな。その人結婚するんですよ。名前出さないですけど、はい、その人の緊急当番はいはいはい、飲んで女の子と遊び行ってて捻挫したんですよその人。試合前にはいはい。で緊急登板先発ってことで僕がなったんですけど、うんうん、上げっすね。いいっすね。え西日本強くないですか。強いっす。そういうことを行った次の試合はね結構二日酔いで抑えれたんですよね。広島上げっすね。上げっすね。上げ今上げ上げっすね。上げ上げ。さあ次西阪神いきますか。じゃあ阪神はい阪神兵庫ですよね。芦屋ではいはいはい下げっすね。下げなんですね。いやちょっとねいろいろ試して、はい、遠征先でもいろんなことありましたけど、はい、下げっすね。下げっすか。基本阪神に打たれてたんですね。阪神戦の東京ドームでもどっちも打たれてましたね僕は。はあ、はあはあ、まあ下げっていうより自分が悪いんですけどまずはそういうことっすもんね、はい、でも芦屋っていうとこ止まってて足って高級地ですね。そうです、はいはい、だからその飲み屋街とかなくてその合コンとかっていうのも基本的になかったです、はい、足屋の時は。うん、うん、まあまあまあ次行きましょう。次ですね。バファローズ、はい、アゲス。いやー、ね、大阪アゲス。大阪はアゲスね。はいはい。関西ってゆっくりにしてどこが一番良かったですか。関西どこやろう。イメージ京都。いやでも大阪っすよ。大阪っすか。大阪っす。はあ、はあ、大阪のひとみちゃん。ひとみちゃん最高っす。アゲス。はい次行ってみましょう。次中日ですね。中日、はい、アゲス。アゲスか。アゲス思い出にあるのが144センチの名前忘れたんですけど144センチすごいちっちゃい子だったんですけど、はい、揚げでしたね。栄とか近いですよね。近いです。飲み屋街はい本当にタクシー1メーターで近いですね、はい、近いですね。揚げですね名古屋。いいっすね。名古屋でもなんか三大ブスとか言われてますけどいや関係ないですね。関係ないですね。可愛い子は可愛い子で言いますね。じゃあ次は横浜行きますか。はいはい横浜下げです。
横浜下げなんですね。下げですね。横浜のなゆみちゃん下げですね。これ見てたらどうするんですか。ごめんなゆみちゃん下げでした。あの一緒中華街行ったんですよ。はいはいはい。中華街行ってでその次なんかボコボコに打たれたんですよね。あ、それはもう下げになるっすね。下げ散らっすよね。その時通いの時もあれば、はいはい、次の日がデーゲームの時は横浜のホテル泊まったりするんですよ。はい。その時で次の日下げでしたね。横浜は下げですね。であくまで僕だけの意見なんで。そうですね、そうですね。次はライオンズ行きましょうか。ライオンズ。ライオンズ。立川に泊まるんですけど下げっすね。そもそも女の子いないとかってことですか。いや下げっすね。そう、普通に下げってことっすね。はい。一緒にいた部屋の子がいてなんかもうベラベラ酔っ払ってたんですけど、はい、立川のホテルもう全部のドアゴンゴンゴン選手の部屋にしだして、お前やめろよって言って、唯一出てきたのが沢村さんだったんですよ当時。はいはいはい。しかも沢村さんが出てきた瞬間に全裸になりだして。沢村さんは覚えてますこのエピソード。その女の子が全裸になったんですね、はいはい、で次の日も話題が尽きなくてロッカーで、はい、で西武線ボコボコに打たれてあいつ詐欺だなみたいな話を沢村さんは覚えてます絶対にこのエピソード。こいつアメリカ行った時ちょっと喋りたいですね。 あそうですね。喋れたら最高っすね。沢村さんの部屋ゴンゴンっつってはいとか出た瞬間にその女の子が全裸だったんですよ。おいやめろってそれめっちゃ多いですけどね。やばいっす。埼玉は下げで、はい。じゃあ次、まあ、千葉ロッテ行きますか。千葉千葉、はい、千葉は上げっすね。上げなんですね。マリンちゃん。マリンちゃん。え、マリンにかけてじゃなくて普通マリンちゃんですか。マリンちゃんすごい。お、本当だ。千葉に生まれ、うん、アジア大出身のマリンちゃん。アジア大そこまで行っちゃうんですね。うん、葛西臨海。あ、葛西臨海。そう、はいはい、そこで待ち合わせして飲んでみんなで、はい、アゲアゲしたんですけど、はいはい、次の日下げ下げでしたね。おっと、はい、じゃあ千葉も下げと。そうっすね。で蓋開けたら、はい、その子藤村さんとの関係を持ってたっていう。下げ下げっすね。あ、下げ下げっすね。ダブル下げっすね。それは確実に。はい。次じゃあ楽天。楽天。宮城。宮城か。はい。正直ねそこはね、はい、あんまり飲んでぐっちゃぐちゃになった記憶がないんですよ。あ、なんでちょっと楽天はちょっとな。みんなで牛タン食いってぐらいしかないな。キャバクラとか行くんですけど別にそこから何かがあるってわけでもなかったんですよ、うんうん、別に、うんうんうん、仙台はちょっとなしで。まあ分からない。なしで、はい、じゃあ皆さんでちょっと行ってきてくださいって。はい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 。じゃあ次、以前の動画で、まあ、トサンコは可愛いよと、はいはい、言っていた北海道、はい、はい、はどうですか。ド上げですね。ド上げ。ドド、いやー、ド。じゃあ福岡か北海道行くんやったらどっちあります？いやー難しいですねこれは。非常に非常に難しい。上か下か、はい、うわー、う、ね、難しい。男を立てる下か、まあ肌がピチピチの北海道か。そうなんですよ。やっぱ寒いんでやっぱ毛穴が閉まってるんですよね、はい、北海道の人って、はいはい、うわこれ迷うな。もうどうなんですよ。いや、福岡もドなんですよ。はいはいはい。ド上げなんですよ。じゃあここ2強ってことですか。2強っすね。あー、もう揺るがない。いやー難しい。むずい。最後12球団でトップ3聞きます。じゃあオッケーオッケーオッケー。じゃあまあ普通に北海道はド上げ、うん、ド上げで。ドじゃあまあ次ね、本拠地、はい、まあ一旦ヤクルト行きますか。ヤクルト、はい、神宮上げっすよ。神宮上げっすね。神宮上げっすね、はいはいはい、神宮はね、そのブルペンの時にね、そう、売り子のチャンネル知り合いでね、ずっとアイコンタクト撮ってたんですよ。俺ブルペン投げるときにこんなやったりとかビールいかがですかとか言って向こうもとかやったりとかしてくれて、もうそういうのがもうなんかもう、なんかもう青春でしたね。はい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 。東京ドームはちょっと下げかな。あ、ヤクルト上げの東京ドーム下げってことですね。僕ちょっとね、いや、うん、あのその上げマンとか下げマンの話じゃないですよ。でもはいはいはい、東京ドームはあの土がちょっと嫌いで、まあ、あー言ってましたね、うん、はいはい。まあ、プラマイゼロって感じですね、東京は普通ってこと、うんうん、じゃあ、まあ今12球団でとりあえずね、はい、少々終わりまして、最後に、はい、トップ3を。そうですね、はい、1位、2位は福岡か北海道なんですよ。まあ、これはもう正直、まあ、つけがたいということでベスト3発表しましょう。はい、僕が思うアレマンの多いベスト3第3位、千葉。マリンちゃん。いや、あのマリンちゃんだけでもなく、はいはいはい、いろんな人の意見も聞きつつ、はい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 、マリンちゃん以外にも千葉、アゲアゲアゲ、はい、うん、第1位を発表しましょう。そしたら
はい、旧選手が遠征先のアゲマンランキング1位はドルルルルルン北海道です。北海道ですね。はい、いただきました。いろいろとお世話になりました。で、第2位が福岡と、はい、いうことで、地元はまさかの2位でございますけれども、やっぱね、その何が決め手だったかっていうと質ですね。質、うん、はい、博多美人っていうのはやっぱ違う県からも寄せ集まってますし、うんうん、はい、北海道はでも北海道だけなんですよ、まあ、そうですね、本物の地っていうか。やっぱどさんこ、はいはい、よかったっすね。いいっすね、北海道行きたいっすね。いいね。北海道、福岡、千葉って感じですね、揚げまんは。4位に大阪、広島ぐらい入ってくるんじゃないですかね。あくまで僕の個人の意見なんで、はい、どっかね、応援行く時とかはちょっと決まってというか、あー、なるほどね、はい、各地に行くと思うんで、はい、はい、まあ、応援団の皆様、頭の片隅にこの笠原の意見を持ちつつ、2022年、いろんな球場に足を運んでみてください。はい、それでは変な動画になってしまいましたけど、次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。本日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。この動画が良かったな、見たら楽しいな、面白いなって思う人がいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆さん、またぜひ動画を見てください。よろしくお願いいたします。野球しようよ。